では音読しましょう。ですね、日本語と英語をそのまま先生と一緒に音読しますけれども、もし先生よりも先に読めるんだったら読んじゃって構いません。あなたはスイカが好きですかって先生が言う前に、あなたはスイカが好きですかって先に読んじゃっても構いません。英語もそうです。日本語は先いけるかもしれないね。英語はちょっと難しいかもしれませんが、それから英語なんかで読めないのがあったら別に読まなくてもいいです。先生の言った後に続けて言っても構わないしね、飛ばしちゃっても構いません。でも一応一緒に読めるように頑張ってください。じゃあ行きましょう。あなたは書いてます。 1,2,3。 あなたはスイカが好きですか？ Do you like watermelons? 1時間で。 In an hour。 明日は晴れるでしょう。 It will be sunny tomorrow。 私はその本を見つけることができません。I can't find the book. はい、彼女はそれが大好きです。Yes, she loves it. 彼らはサーフィンに行きましたか？ Did they go surfing? あなたたちは買い物に行きましたか？ Did you go shopping? 2時間で。In 2 hours. はい、それはここにあります。Yes, it's here.私は私の旅行の代金を支払いました。I paid for my tour. 4時間で。In 4 hours. 私は今日その山を見ることができます。見ることができませんだね。できませんですね。すいません。はい。私は今日その山を見ることができません。I can't see the mountain today. 彼らは私に決定を先延ばしにして欲しくなかった。They didn't want me to make the decision later. 私たちはそのサッカークラブを訪れました。We visited the soccer club. 旅行代理店を選びます。Choose a travel agency.3時間で。In 3 hours. 私の国語の宿題は難しくありません。My Japanese homework is not hard. あなたはパスポートの申請は済ませましたか？ Have you applied for a passport? その女の人の友達を訪れたのは誰ですか？ Who visited the woman's friends? これ日本語書いてないぞ。The Prime Minister postponed his visit. 首相は、総理大臣のことね、首相ってね。彼の訪問を延期した。これです。はい、じゃあ行きます。首相は彼の訪問を延期した。The Prime Minister postponed his visit. 私たちは責任を分かち合っています。We are sharing the responsibilities. いいえ、あなたはできません。No, you can't. 私はビザを取りました。I got a visa.